はい、どうも。今日はですね、ナイジェリアの株式についてお話をしていきたいなと。うちの会社のこう YouTube が、はい、まあ、大体流してる内容がエジプトとドバイのことばかりじゃん最近。はい、そうですね。で、不動産会社みたいな感じでイメージが持たれてる方も多いとは思うんですが、実際はうちのクライアントの方よくわかってるとは思うんですけど、そのうちはクライアントの下管理をしてる会社なので、それ以外にも例えばナイジェリアの株式をサポートしてたりとか、はい、ジョージアの不動産、あとは、タックスプランニングで法人を作ったりとか、あとはそのアフリカのオフショアって言われてる場所もこう法人登記をできるようにしたりして、まあ、トータルでサポートはさせていただいているっていうところですね。で、本当はこうジョージアなんかもですね、一応こう動画を回していきたいところは あるんですけど、まもなくそのいろんな不動産が完成をしてくるところもあって、まあ、それが完成をしてきたら一気にジョージアの不動産なんかも動画にはしていきたいなというふうには、うちがサポートした不動産ですよね、は思ってはいるんですが、まあ、今回はですね、まあ、ちょっとジョージアではなくてナイジェリアの株式についてお話をしていきたいなと。で、すでにうちのオンラインサロンメンバー向けの記事だったりとか動画では、何度もお伝えはさせていただいてるんですが、今年に入ってからナイジェリアの株式がすこぶるほど好調、特にうちがその推奨している銘柄が、まあ、軒並みすごく上がってる。まあ今年とは言ってもまだ半年くらいしか経ってないんだけど、はい、推奨している銘柄がプラス 100% 超えのものもあったりとか、あとは 80% 超えのものもあったりとか、まあ軒並みすごい勢いで上がっていってるっていうところだね。その中でね、ちょっと一つだけちょっと抜粋をしてお話をしていきたいのが、トランスナショナルコーポレーションオブナイジェリアっていう会社があるんだけど、まあ、これはずっともう昨年、ずっと前からうちの方でこの銘柄はいいですよっていうのはおすすめはしていて、今年の4月くらいから急に株価が上昇し始めて、だから実質2ヶ月くらいなんだけど、2ヶ月間でどうなったかっていうとプラス 171% になった。そう、まあ、何があったのかっていう話なのと、ちょっと危ういなって思うところがあって、で、単純に企業業績とかが良くて株価が上昇したっていうわけではなくて、ナイジェリアの超大物に狙われたっていうのがこの株価上昇なの。で、じゃあ何があったのかっていうのを時系列の話をしていくと、ナイジェリアの中に、まあ、経済界の、まあ、ドンみたいな大物の人物がいて、それがフェミ・オテドラ氏っていう方なんだけど、この方はね、2000年の頭くらいに、まあ、起業をされて、いろんな石油製品の販売とかマーケティングをして、でその後そこでできた資産でいろんな会社を買収したり売却したりとかっていうことを、まあ、繰り返し繰り返しやって、人の財産を築いたみたいな方だね。 M&A の得意ってことですか？そうだね、まあ日本でいうとなんかソフトバンクの孫さんみたいな感じ。孫さんもいろんな会社を買収したり売却したりして、どん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 会社が大きくなってきたじゃん、まあ、そんなような感じの人、まあ結構イケイケなあのおじいちゃんというかっていう感じなんだけど、実はナイジェリアがここ最近法律が変わってきて、その電力について電力の売買、売電かな、あ、作った電気を売買するっていうことが自由化されるんだよ。でそれによって、まあ、いろんな電力会社が自由に参入できて、自由な価格で電気を売れますよっていう状態になってて、今ナイジェリアではこの電力事業についてはチャンスだっていうふうに、ちょっと前の日本もそうでしたよね。あ、そう、太陽光発電とかが入ってきた時期だよね、まあ、そんなような状況になってると。でこのトランスナショナルコーポレーションオブナイジェリアっていうのは、一応ナイジェリアでは財閥ではある。主力の事業は電力事業。電力事業を主としていろんなホテルとか不動産とかレストランとか、まあ、いろんな事業をされて、いわゆる財閥の会社で上場もしていますっていう会社。で、電力が、の売電が自由化されますっていうことに、この大物のフェミさんが目をつけて、会社ではなくて個人で。個人で敵対買収を仕掛けた。すごい。すごくない？そのなんか例えば、どっかの、
たいな。どっかの大物のファンドとかライバル会社が会社単位でその上場企業の敵対買収を仕掛けるっていうのは、まあまあ日本でもよくある話じゃん。でこれがその4月の話になるんだけど、今年のトランスサルコーポレーションの株を時間外で、市場ではないよ、なんか市場とは違うところで、5% くらいかな、 5% か 6% くらい一気に取得したんだよ、はい、びっくりしましたよね。そうで、いきなりそこが、その株主リストの中にこのフェビさんの名前が急にポンって来ちゃったから、このトランスナショナルコーポレーションを慌ててマジかよみたいな話になって、じゃあそこに応じる形で自分たちの株式の比率を上げるみたいなことを今繰り返し繰り返しやってるっていう状態、まあ、だから今構図としてはこのトランスナショナルコーポレーションさん VS フェミさんみたいな構図が出来上がってて、株価が恐ろしいほど上がってますよっていう状態。それでね、これどういう結末になるのかってよくわからないんだけど、結局のところもうフェミさん次第なんじゃないのかなとは思うんだよね。でもうフェミさんも行くところまで行くみたいな感じだったら、もうとことん自分の財産をそこに放り投げていって、どん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 株式を買い増していくっていうことが起こるだろうし、そこに対してトランスナショナルさんもまあいわゆるその防衛策ではないけど、 いろんな多分策を講じてくるっていうことがあり得るよね。でそれによって株価が上がっていくっていうこともあるとは思うんだけど、ただ最悪上場廃止っていうことも全然あり得るのかなとは思うんだよ。でそうなった時に困るのが個人投資家だよね。で資産がなくなるわけではないんだけど、ただ上場廃止になっちゃうと市場で自由に株を売ることができなくなっちゃうから、持ってる株式は別になくなりはしないんだが、ただ塩漬け状態にはなるよね。フェミさんのところに持ってって買ってくれっていうか、でもフェミさんが買ってくれないって話だったら当然塩漬け状態になってしまうよね。しかもフェミさん的には別に 100% の株式を取得しなくても 51% さえ取得できたらこの会社をコントロールすることができるわけじゃん。じゃあ残りの 49% に関しては別に自分のお金はたいて買う必要もないしって話にもなるじゃん。ってなると、この上場廃止になった時に結構個人投資家としては損を被るのかなっていう気はするんだよね。今のこのメリット享受ですね、この上がってるっていうことだよね。そうだから投資的には100か0かみたいな投資になってる。投機ですよね、ギャンブル。で一応もうものすごい上がったから、ここでもう結構もう絶対プラスなはずなんだよ。だからここで引いてしまうというのも一個の手だとは思うし、まあ、会社からなくなってもいいよっていうお金を入れてるんだったら、まあ生きるも死ぬももうフェミさんに任せてみるっていうのも一興かもしれないっていう。私もこの株は買ってるんですけど、私はどういう判断をしてるかっていうと、まあ最初から別にもなくなってもいいようなお金しか入れてないから、まあどうせそういうお金だからいいかなと思って売らないでしばらくこれを傍観してようかなというふうには思ってはいるんですが、まあなんかすごい人物がいますねっていうことですね。まあそんな感じでエジプトだけではなくて、結構アフリカの市場って投資としては、まあちょっとこのフランスのナショナルさんはちょっと特例だけど、そう特例ではあるけど、すごく面白い市場がたくさんあるので、そのエジプトっていうだけではなくて、ちょっと一応いろんな情報は配信はしているので、もし興味がある方はですねブログなんかもチェックしていただいて、あのナイジェリアの株式を調べていただくっていうのも面白いかなというふうには思います。はい、じゃあ引き続きまたいろんな動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。